チューブ、どうもなきです。さて今日はですね、今アジアカップで日本代表として頑張っている上田綺世選手、ちょっと見ていこうと思うんですけども、いろいろとちょっとやっていく中で、まあ、髪型はもちろん解説します。こっちで画像を出して、で、まあ、いろいろと経歴というかどういう人なのかなっていうのも見ながらお話ししていければなと思います。はい、上田綺世選手、182cm、26kg、今25歳ですね、すみません、25歳の、若手のね、若手、の選手ですけども、一番上から見ていきましょう。まあ、中学時代でのから鹿島でね、鹿島アントラーズのノルテっていうところ、要はノルテって僕も何かなと思ったんですけど、そのジュニアユースって言って、高校生とかだとユースとかってあるじゃないですか。部活に入らないでユースでやるとか、それの、まあ、中学生のバージョンみたいな感じですね、のところに、まあ、いたという形を取ってたらしいですね、最初。うん、でそこからもう本当にユースに本当は上がる予定だったけども、その時まだ170センチぐらいしか身長がなかった。まあ、それでも大きい方だと思うんですけども、その、まあ、多分基準とか他の人たちも大きい人たちがいたっていうので、その時は高校にそのまま進学したっていうのがあった経歴なんですね、上田選手は。で高校3年間行って大学に行きました。そのまま進学して、で大学2年生の時にその全国大会で1位に貢献したと、そういう時があったということですね。うん、でその時に結構もういろんな J リーグのチームからこうスカウトだったりあったんだけども、もともとこの鹿島の、プロの、ね、トップチームっていうのに前倒しして加入、要は大学をちょっと中退して、加入、それが2019年からっていうので、すごいよね、素晴らしいと思います。なんかまた戻ってきたいってずっと思ってたんだろうなと思って僕は、でまあここから2019年から2022年までシーズン2020から2021の3年間ぐらいかな、鹿島アントラーズとして、まあ、やっていて、プロとしてやった後に、まあ、ベルギーとか行くんですけども、まずここ一番最初ね、鹿島の時、この時の髪型からなんですけども、これ写真ね、もう出てるかもしれないですけども、最初、まあ、この時なんかはまあ、大学生からっていうところだったので、まあそのまだ濃い感じが残ってるようなイメージですよね。さっぱり、まあ、もちろんスポーツ選手だから多分長いで邪魔なんだろうけど、サイド刈り上げて後ろを短くして、まあ、ちょっとアシンメトリーっぽいというか上だけ残した、重めに残したデザイン、まあこのぐらいの時期だったんで、もう本当に今からね5、6年とかそのぐらいの話なんで、全然こういうマッシュだったりとか重めなデザインとかが結構流行ってきてる時だったと思うので、まあ、こういうデザインもしてたのかなっていう気がします。でこう茶髪にしたりね、多分この時も中は刈ってるんですよ、横刈り上げたりとかして、まあ後ろは多分刈り上げてるんだけども上とはつなげてる、要は2セクションにはしてないっていう状態ですね。2セクションにはしてないっていう状態の、まあ、マッシュヘア、の段つけてるっていう感じ。これ見てわかるんですけど、上田選手の髪質って結構硬めで量が多いんですよ。なので結構こうモサッとしてる感じに見えやすいっていうのが一つありますね。量を減らしてもパサつきやすいから、まあ茶髪とかにしてこう色で綺麗に見せたりとか、ちょっと収めてダメージつけてちょっとちっちゃくしてるとか、そういうイメージもあります。で、まあ、短くした時はこんな感じですね、さっぱりして、この時なんかもう本当に刈り上げショートヘアじゃん、まあベリーショートなのかな、これここまでいくと、でちょっと前髪部分でちょっと長く残して、ちょっとアシンメトリーさはやっぱずっとこの鹿島時代はなんか残ってるようなイメージですね。マッシュの時もそうかもしれないけども、ちょっとこうなんだろう、少しどっちかに流すというかデザイン性を求めてるっていう髪型が好きだったのかもしれないですね。そんなイメージがあります、この時期は。まあ徐々にこう、まあ、この時もまあマッシュサイド刈り上げて、この時なんかはちょっとこう膨らみがちょっとサイドあるので結構しっかり刈り上げてから上からかぶせてたっていうイメージかもしれないですね。ちょっとあんまりこう甘めに残し
ていうよりかはもうバリカンでがっつり短くしてってやるとやっぱりちょっと浮きやすくなるので、あのそういうデザイン、ただセットするとピタッとまとまるんですよっていうような感じのデザイン、だから下ろしてる時はちょっと浮くけどセットすればきっちりまとまりますよっていうデザインの部屋ですね。で、まあ、2022年までいましたと。でそこから1年間このベルギー、まあ、首都ブリュッセルね、ベルギー首都ブリュッセルですのサークルブルッヘっていうところに、まあ、完全に移籍したと。1年間だけ、この時は1年間だけだったんですけど、まあ、ベルギーこのブリュッセル、あれ場所ね、これパチッと書いたんですけど、これわかるかな、こうやっぱヨーロッパの方でもうイギリスの真ん前、ベルギー、まあ、フランスとかオランダとかに挟まれているような場所ですね。なんでちょっと寒いんですよ、寒い場所、うん、だって1月で 3.1 度とか7月でも17度とかそれぐらいしかないんで、まあ、北海道とかではあの経度とか緯度的にはもっと上なんですけど、結構寒い地域に当たりますねベルギーは、うん。まあ、そこに1年間いたということで、その時の髪型時代はこういう感じで、まあ、この時は結構もうなんだろう、ちょっと 今の上田選手の髪型にちょっとずつ近づいてるようなバランス、うん、まあ、サイド横はちょっと甘めに刈り上げてセンターパートになってきてる、今もセンターパートっていう感じですけど、うん、ちょっと黒髪でねちょっと伸ばして大人っぽいような感じになってきてるのかな、もう20代ちょっと入ってきてっていうようなイメージですね、この時は、うん。でこの時になるともうちょっと色も入りつつ、うん、多分この刈り上げ部分は色入れてないけど、上の部分はもうブリーチしてちょっと色味も入れてちょっと顔も明るく見せるような感じにちょっとなってきたのかなっていうイメージがあります。おでこ出してちょっともう今っぽく、もう今の上田選手の原型をこうちょっと作ってきてるのかなっていうイメージがありますね、この時は、うん。センターパートでっていう感じで、これも別にそんな難しくなくて、要はもう本当にサイドを刈り上げてる、あの後ろも刈り上げてつなげてるような感じのセンターパートです、自然に。で上田綺世選手のこういうもっこりしたふわっとした感じのセンターパートの動きっていうのは、もちろんパーマかけたりとかしてできることはできるんですよ、できるんだけども、もともとの髪質だったりとか髪の広がりとかっていうのはやっぱりその人の持ってるものとかもあるので、人によってはセンターパートにしたらもっとナチュラルなサラサラになるような人もいるし、毛先動かしたからといってこういう感じになるかっていうとまたちょっと違うイメージになったりとかもするので、そこは人によってやっぱりどうしてもその髪質、もともとのボリュームの広がりだったりとかっていうのはちょっと違ってきたりはします。もちろん作り込めば作り込むほどできますよ、近くになってくるんだけども、それをじゃあ毎日するかっていうとそういうわけでもないので、そこは自分の髪質とそれに合ったものを美容師さんと相談しながらやってもらうっていうのが僕は一番いいかなとは思います、うん。ブリーチとか色味に対してもそうだけども、やっぱりどういう色味が出るかっていうのはまた違ってきたりもするので、特にこういうさベルギーとかにベルギーのほら色も入れてるでしょ、もちろん日本人の人がやってるとしてもそこで取り扱っているものも違ったりとかするので、またちょっと違ったりとかしますけども、そこはまあ合わせながらやっていければいいかなと思います。まあね、こういう黒でもうさっぱりサイドもがっつり刈り上げて、うん、センターパードもうこの時はあの黒髪でね、まだまだ明るくしてない時ですけども、ナチュラルな感じでセンターパードも今の原型ですね、どういったかなっていう気がします。はい。でこのまあ、オランダ行く前に、まあ、日本代表でもちょっとこっちのね話しますけど、もうこの時でももうこの大学の時で、まあ、東京オリンピック世代だって、まあ、この間ありましたね東京オリンピックの時の世代だって言われて、結構代表で加入したりとかしてやってたっていう経歴があって、もうこの辺から東京オリンピックとかカタールワールドカップはもう多分見てる人は見てると思うんですけども、もちろん活躍されて、カタールの時はちょっと1試合かなでしたぐらいでしたけども、出て、もう今はコンスタントにセンターフォワードですね、日本代表の一番前のところとして頑張ってもらってますけども、まあ、経歴的にはもうね、大学生の頃からずっともう日本代表を背負ってきてる選手であったっていうことですね。うん、で、2023年シーズンから、もう要は今1年ぐらいになりますけど、オランダ。
フェイエノールド。このフェイエノールドはもう多分あの上田綺世選手知らない人でも多分聞いたことあるんだよね。多分小野選手とかがやっぱ入ってたから馴染みがやっぱあるところだと思うんですよ、フェイエノールドって。うん、あの上田綺世選手がフェイエノールド入るときも小野選手がビデオレターかなんかでこうおめでとうございますって言ってた記憶にありますけども、うん、そういうところですね。うん、でオランダってどこかっていうとベルギーの上なんで、うん、あのまあ全然近いって近いですね。まあ、国は違えど近いは近い。うん、まあベルギーの上でちょっとベルギーよりが少し寒い位置、またやっぱ上になればなるほど 2.3 度と16度なんで寒い地域ではあります。うん、でオランダってアムステルダムってよく聞くじゃん。アムステルダムって首都なんだけども、要は憲法上の首都はアムステルダムなんですよ。そう、でも実際というか、要は国会があったりとか、経済的なメインのところっていうのはこのデンハーグってところなんですよ。うん、まあ、アムステルダム、まあ、どちらで覚えても別に問題はないと思うんですけども、一応憲法上の首都オランダといえばアムステルダム。でもその交通機関というか、経済の中心部っていうのはデンバーっていうのがあります。そこもちょっとね違うっていうのはありますけど、うん、でまあそこで完全移籍しました。そうするとまあこういう、これちょっとヘアバンドしてますけどね、ちょっとナチュラルな感じの、ちょっと髪のね、髪の毛がこうブリーチとかずっとし始めてて、髪のダメージもやっぱ出てきて、髪がこうボリュームガチガチにあった硬かったのがちょっと柔らかくなってきて、ちょっと落ち着いてるっていうような感じもちょっと見えてきます。うん、要は女性は難しいですけど、男性でこうカチカチな人ってこう、まあ、宿毛矯正とか髪質改善とかしてサラサラにしていくっていうのもありますけども、こうやってブリーチしながらダメージ効かせてちょっと落ち着かせるっていう、でも荒技ですけどなくはないっていうところが多分あると思います。うん、あまりおすすめはしないですよ、ダメージするから。うん、でもまあ何回もやってっていうのはあるかもしれないですね。これなんかブリーチして色味入れてるっていう感じで、髪型カット的には変わらず、サイド刈り上げてセンターパートで、うん、で後ろも刈り上げてつなげてあげるっていうのがバランスですね。難しくなく、うん、もうこれでもそうですね。センターパートでもう本当に耳ラインでパツって切ってあるような状態でシンプルな感じ、もうブリーチもしっかりして色も入れてっていうのが、もうこれはもうナチュラルなデザインですね。完全にこれさ、後ろのこれ見てもらうと分かるけども、このサイド刈り上げてるけど、後ろも刈り上げてるけど、こことここがつながってるんですよ。横ってこう上からかぶさってるんだけども、後ろってつながってるんですよ。そう、これはカットが全部2ブロックではないですよってこと。後ろは2ブロックじゃない、横は2ブロックだけど、後ろは刈り上げからつながってるっていう状態作ってるので、まあそこはね、また全部2ブロックにしてくださいっていうんじゃなくて、サイドだけ2ブロックにして後ろはつなげてくださいっていう風に美容師に相談すると近くなりやすいです。うん、で上だけまあブリーチして下はしないでくださいっていう風にしてもいいし、うん、が多いかな。うん、で日本代表の時なんかはまあこういう、まあこれもね、まあ今最近です、最近ちょっと前かなですけども、うん、これ見ても分かる通り、もう完全にブリーチ1回か2回してで色味入れて、ただサイドと後ろは刈り上げない、色を入れないっていうのが一つポイントです。うん、要はもう差をつけてるんですね。全部もちろん入れてる時もあるけども、基本的にはこう2つに分けて上の部分だけ明るくしてますっていうのが、ね、センターパート、うん、でこの毛流れを作る時っていうのはやっぱりもともと多分その硬くて一番最初のね、この鹿島時代の髪型もそうですけども、ちょっと癖がある、ダメージがあって癖があるっていう髪質なので、多分別にパーマをかけなくてもこういうちょっと動きになりやすい感じなんですよ。うん、なので普段直毛だったりとか動きが出ないって人は、カラーをここまでしてるんだったらアイロンしてあげてください。カラーをここまでしなかったらパーマしてもいいと思います。それは何かというとそのダメージがあるので、それに合わせて、もちろんブリーチにパーマってやってくださいって、やれないことはないんですよ。うん、やれないことはないけども、そのダメージも強いし、じゃあダメージの強くないパーマ剤でやりましょう、緩くやりましょうって持ちが良くない、うん、まだそこまでいけてない、
紙にも限界があるし薬にも限界があるので、やっぱそこはあの一瞬はいいけども、それが持つか、ある程度1ヶ月2ヶ月ずっと持っていくかって言われると、そうでもない。やっぱり どこかで自分でアイロンしたりとかしなきゃいけないので、その髪のダメージとか自分がやりたいものをどこまで、もうカラー優先なのかパーマ優先なのかによって、どういうふうにしたいかっていうのは変えていった方がいいと思います。はい。まあそんな感じで、まあちょっとね、少し経歴を見ながら、まあその首都とかね、ちょっとこう勉強も兼ねて、お話をさせていただきましたけども、まあこういう感じで、今後いろいろとやっていければなと思います。なので、まあ、とりあえずアジアカップは優勝を目指して、頑張ってもらいたいと思うので、ぜひみんなで応援してやっていこうと思います。今日だった気がする、確か。この動画が出る時だと思うので、まあ、楽しみにしながらやっていこうかなと思うので、ぜひ、今日の動画も参考にしていただけたらいいなと思うので、ぜひ、参考にしてみてください。バイバイ。